テラグループ。テラグループは全世界40社以上もの大企業が参加している西側の巨大な企業グループです。タルコフ市においても様々な分野や事業を展開し、莫大な利益を生み出していました。しかし、莫大な利益の裏では違法な取引や人体実験といった法外な活動を行っており、口封じとして自社社員や研究員を殺害し、情報漏洩を防いでいました。秘密保持のためにセキュリティとして雇用している民間軍事企業が主人公たちの所属している組織の一つである USEC です。 ロシア国内で違法な活動をしていたため、ロシア政府から疑惑を向けられていましたが、とあるスキャンダルを皮切りに明確に対立していきました。その後、タルコフ氏全域を巻き込む紛争へとその対立は発展していきましたが、テラグループは世間に対して、紛争と我が社は関係がないとの声明を出しています。ユーセック正式名称、ユナイテッドセキュリティユーセックは主人公たちが所属する西側の民間軍事企業です。 テラグループのセキュリティとして雇用されていましたが、テラグループとロシア政府の対立により、紛争が始まってからは、兵士として戦闘を行いました。現在、テラグループは民間軍事企業を雇用していたことが世間に露見するのを防ぐために、U、ユーセックを見捨てており、タルコフ氏に取り残されたユーセック社員たちは、自らの力でタルコフ氏からの脱出を目指しています。ベア。正式名称、バトル・エンカウンター・アサルト・レジュメント。ベアは主人公たちが所属する東側の民間軍事企業です。 ロシア政府によってテラグループの調査を目的として秘密裏に結成されました。テラグループとロシア政府の対立により、紛争が始まってからは兵士として戦闘を行いました。現在ロシア政府は民間軍事企業を秘密裏に結成していたことが世間に露見するのを防ぐためにベアを見捨てており、タルコフ氏に残されたベア社員たちは自らの力でタルコフ氏からの脱出を目指しています。スカブ。タルコフ氏にいるスカベンジャーたちの総称です。紛争に巻き込まれて取り残されてしまったもの 運送に乗じた火事場泥棒を行うならず者。何かの目的のためにあえて残ったものなど、スカブたちの目的は三者三様です。元市民やならず者の慣れの果てであるため、装備や連動は優れていないものが多いです。一部では徒党を組み、その地域を支配している者たちもいます。スカブレイダー。リザーブとラボで目撃される武装集団です。元 PMC やスカブ、軍人で構成されていると見られています。 何者かによって特殊な軍事訓練を受けており、高い戦闘力を誇ります。何を目的として行動しているのかは謎に包まれています。ローグ・ユーセック。ライトハウスの浄水施設を拠点として活動している集団です。もともとはユーセックの PMC であり、契約戦争を経てユーセックから離反した慣れの果てです。ユーセックのグーンズ部隊の部隊長であったナイトをリーダーとしており、同じくグーンズ部隊のビッグパイプとバードアイも所属しています。 元 USEC の PMC ということもあり、メンバーは非常に高い戦闘技術と強力な装備を有しています。カルト。共信者たちによる PMC にもスカブにも属さない第三勢力です。一党は司祭と強徒たちによって構成されています。彼らは信仰する謎の神に対して武器を生贄に捧げており、儀式に使われたであろう魔法陣が各地に点在しています。ライトキーパーやズラチーは彼らと何らくのつながりを持っている模様です。 エマーコム。エマージェンシーコミティ、ロシア民間防衛問題、非常事態、自然災害復旧省のことです。紛争初期にタルコフ市内の要人、民間人の脱出支援を行っていました。拠点となっていたインターチェンジやショアラインには、エマーコムの活動の痕跡が残されています。ローフ。ロシアンアームドフォーセスロシア連邦軍の略称です。紛争中は政治的対立から国際連合軍などとの戦闘を行いました。 現在は紛争状態に陥ったタルコフ市の封鎖を行っています。タルコフ市外との境界線には彼らの活動の痕跡が残っています。国際連合軍。ノルビンスク地方に派遣された国際連合の軍事組織です。テラグループのスキャンダルを皮切りに発生した政治的対立から紛争中はロシア国内軍との戦闘を行いました。現在ではピースキーパーが所属する治安ン自軍がノルビンスク地方に留まりタルコフ市の封鎖を行っています。 ちなみに国連軍防具などに記載されているアンターは国際連合によるタルコフ氏の平和維持活動作戦を意味していると思われます。コロンタイ主にストリーツ・オブ・タルコフを縄張りとしているスカブボスです。紛争以前は内務省の職員でありラバー警棒による取り調べや気に入らない人物に対する圧力など法外な活動を行う下劣な性格から同僚たちに恐れられていました。テラグループのスキャンダル後はその体力と大胆な気質からギャングを結成しました。 紛争以前からビジネスマンの保護を行っており、カバンとは良好な関係を築いています。契約戦争。タルコフ市でのテラグループの暗躍によるロシア政府とテラグループの対立。さらに介入してきた国連平和維持軍とロシア政府の政治的対立。これらの要因によって発生した紛争が契約戦争です。ロシア政府はベア、テラグループはユーセクと両者契約者民間軍事企業同士を兵士として戦わせていたため、契約戦争と呼ばれています。 この紛争は激化していき、タルコフ氏は荒廃してしまいました。契約戦争後のタルコフ氏の復興は未だ行われず、PMC、スカブ、カルトといった者たちがそれぞれの思惑で暗躍しています。スキフ。ベアーのオペレーターの一人です。テラグループの機密情報を得るために、タルコフ氏に展開された部隊に参加しました。テラグループの機密情報の入手に成功していたとの情報がありますが、ユーセックのオペレーターと共に行動していたとの情報もあります。 現在、スキフを含む彼の部隊は消息を絶っています。ブラックディビジョン。テラグループが秘密裏に保有している施設の軍隊です。テラグループの不祥事をもみ消すためにタルコフ氏に派遣されています。雇用者を同じとしていたユーセックにすらその存在は明かされていませんでした。理事。黒いバラクラバとソードオフショットガンがトレードマークのスカブです。テラグループによって誘拐された父親の捜索。 同時期に対等してきたライトキーパーへの接触を目的として行動しています。トレーダーやスカブボスとも交流関係、または敵対関係を築いています。現在はアリーナから脱走し、グラハーから得た情報をもとに父親の捜索を続けています。ブラッドハウンド。アリーナのオーナーによって放たれた猟犬たちです。アリーナから脱走したスカブのリジーと、元ベアーの PMC を追跡しています。通常のスカブたちよりも危険な存在ですが、 アリーナのオーナーの本来の部下に比べると能力が劣っているようです。ファクトリー。紛争以前にテラグループによって違法に使用されていた第16科学プラントの工業団地及びその施設です。紛争中は工業地帯の支配権をめぐり、ユーセクとベアーによって激しい銃撃戦が行われました。現在、プラント施設は避難民やスカブ、PMC の残党、軍関係者などすべての者たちのシェルターとなっています。カスタム。 ファクトリーに隣接する大規模産業区画です。税関ターミナルや燃料貯蔵施設、事務室や社員寮といった建物が立ち並び、他にも様々なインフラ設備が整備されています。ウッズ。プリオゼルスキー自然保護区内に存在する森林地帯です。紛争の直前に、北西連邦管区により野生生物保護地域に指定されていました。紛争後は、PMC やスカブたちによって多くの銃撃戦、残虐行為の場合と変わり果てました。 インターチェンジ。タルコフ市の南部に存在する交通インフラの要所です。港湾と郊外を結ぶ戦略的要衝となっています。中央には巨大ショッピングモール、ウルトラが存在し、かつてはエマークも主要な救出救助活動拠点として活用されていました。ショアライン。港に隣接したタルコフ市郊外の大部分を占める地域です。廃村住宅地、農地、海岸線、小型船舶用施設、ガソリンスタンド、気象台、 携帯電話基地局などが存在しています。その中でも目を引くのが、独自の水力発電所を備えたアズールコースト保養所です。以前は港からの脱出に備えたテラグループ職員及び関連会社職員の一時的な宿泊所として利用されていました。ライトハウス。タルコフシへの途上にある要衝となっているダルニー岬の灯台及びその周辺地域です。紛争中は USEC の主要な上陸拠点かつ作戦基地として利用されていました。 紛争後はスカブたちがタムロするようになりましたが、現在では本来の所有者たちの手に戻っているようです。彼らはタルコフに留まり、新たな秩序を確立しようと画策しています。ビザーブ。連邦国家準備局の秘密基地です。その存在は都市伝説となっており、全面核戦争にも頼る数年分の食料や医薬品などの物資が備蓄されていると言われています。ストリート・オブ・タルコフ。タルコフ市の中心街です。 銀行、ショッピングモール、ホテルなど大都市の繁栄に必要な施設が全て揃っています。ラボ。タルコフ市中心部の地下に存在しているテラグループの複合研究施設です。公には存在しないことになっている施設であり、断片的に得られた情報から科学、物理学、生物学、ハイテク分野における研究開発試験や模擬実験が行われていたことが分かっています。実験の一部には世間に公表できないような非合法的なものも含まれていたようです。 グラウンドゼロ高層ビルが並び立つタルコフ市の中心部です。銀行、カフェ、レストラン、商店、薬局などの近代的な都市のインフラ設備が整っています。中心部にはテラグループのロシア支社が存在しており、紛争時はユーセックのオペレーターとロシア国家親衛隊の特殊部隊であるオモンによる最も激しい衝突が起こりました。アリーナタルコフの各地に存在する闘技場です。謎のアリーナマスターによって運営されており、 金が必要なものや無理やり連れてこられたもの、自ら戦いを望む者たちが対峙しています。タルコフ市内の一部の人々の娯楽や賭けの対象になっているようです。空港、倉庫群、ショッピングモール、製材所といった様々なロケーションがアリーナへと改装されています。